なんか回転が合ってたり合ってなかったりして、今日は合ってました。なんかその日替わりメニューみたいなとこあるか。やっぱりあの湿度とか気温とかで変わってましたね。なんかだからストライクゾーンが狭いんじゃないでしょうか。5日間走ってみてね、はい、あのモーターの特徴って何か出てきてる？モーターの特徴は何か。モーターの特徴はもう昨日はなんか後半、前半はいい感じだったんですけど、後半はなんか出てなくて、まあ伸びはそんなにある方じゃないと思いますけど、まあ普通ですね、足は。どうですか優勝戦メンバー見て。まあ恵美さんの方が出てると思います。恵美さんとか細川さんとかみんななんか出てる人ばっかりで、なんか乗れたのが不思議です優勝戦までのね、はい、あの作業は何か。なんか前節整備してるので、うん、私がやると壊しそうなので、うん、もう何もしないと思います。あ、ペラの微調整ぐらい。ペラの微調整ぐらい、はいはいはい、もう乗れてほっとしました。上位着順だとまだ狙えそうなので狙っていきたいと思います。頑張ります。